おはようございます。インセルです。ちょっとまあ朝ごはん代わりと言っちゃあれですが、ネクターをちょっと買ってきたんで、飲みたいと思います。お酒とか飲めないんでね、こういうのが好きなんですが、朝から酒飲むっていうわけじゃないんですが、別に。はい。甘いものが好きなんで、酒もタバコもやらずに、まあ嗜好品はどちらかというと甘いものとかラーメンとかそういうのばっかりですね。ちょっとまた区役所行ってきまして、その離職票がどうとか言ってましたが、話ね、離職票よりも、離職もあったら便利ですよね。あの保険証喪失証明書の方が大事らしくて、どうやらそちらも多分離職票と一緒に、郵送で来るのかなと。ちょっと待つしかないんですが、もうちょっともう知識がないとダメですね、本当に。知識はないわ、もう人の話聞かないわでダメですわ。もう手続きの途中で、本人確認証明書、身分証明書的なものを、出してくださいといろいろ言われることはよくあるんですが、私あの免許もないんで、こういうあの無職期間は本当に何も証明するものがないみたいな。一応あの年金手帳はあるんですが、それそんな普段持ち歩いてるものでもないですし、それ忘れると本当にもう自分の身分とかそういう住所証明するものがほぼないみたいな状態で、こういう、そういう生活に関すること以外でも、例えば、ネットカフェ、ちょっとあの途中で、どこか出かけてる途中で、ちょっと調べ物したいなって時に、ネットカフェに、寄ろうと思ったんですよ。この時点でもうスマホもないんで、スマホで調べることもできないんで、もうこの時点でちょっとあれ、不自由なんですが、で、行ったら、会員制のとこだったんで、その身分証がいるということで、そのカードを作らなきゃいけないから、会員カード、免許もないですし、当然そんな年金手帳も持ち歩いてないですから、もう何もないみたいな。でそれでもう渋々諦めるというか、もうすいません、ちょっとじゃあもう身分証ないんで、もう本人確認証明書ないんでって、もう多分人生で使うことがそうそう普通の人はないセリフですね。その自分の証明書はないんでちょっと諦めますみたいな。はい、まあね、免許もない、スマホもないというわけで、いやそこまで強がりじゃないですね。そこまで不自由に感じたことはないですが、不便に感じたことはないですが、なんて言いますかね。でも、スマホぐらいは欲しいかなとちょっと思っています。私よくカードゲームの対戦会や大会に行くんですが、その、QR コードを読み込むそのアンケートとかあるんですよ。そういうのをちょっと断るのも、ちょっとなと思うし、何よりその QR コードを受け付けてアンケートしたら、粗品がもらえたりするんで、その限定パックを多くもう一個余計にもらえたりするとかあるんで、そういうのがないとやっぱりちょっと損した気分になるなと。なんだかんだやっぱスマホ便利、地図機能もあるから、やっぱり私にはもしかしたらそのおあつらい向けというか、やっぱ手に入れるべきなのかなと。はい、あちこち行きたがるものとしては、だからちょっとスマホいらないっていうのは、スマホね、いらないっていうのはいらなかったんですが、今となってはちょっと強がりかなと。結構必要な、月結構払ってでも代金必要かもしれないなと。次仕事見つかったらちょっとスマホ、ちょっと買おうと思ってますね。というわけでちょっとね、いろいろ検討して今後のことを、考えていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。インセルでした。